はい、こんにちは、圭介です。今回はいただいた質問に回答していきます。ちょっとですね、ご質問への回答が遅くなってしまい申し訳ありません。で、一応ですね、その僕の、メールアドレスにいただいていたご質問もあったんですけれども、ちょっとですね、僕のメールソフトの方が、ちょっと不具合を起こしてしまって、いただいていた受信メールがですね、過去のものが、ちょっと消えてしまったんですね。なので今回回答させていただくのは、あのメルマガにご登録いただいた時に、僕へのメッセージ欄のところでご入力いただいたご質問になるんですけれども、そちらでいただいたご質問に回答していきます。はい、ではまず1つ目、順調にリミットアップする方法、教えてくださいということで、これはですね、僕があの初心者の方が eBay 輸出を始める流れという動画をアップしておりますので、そちらを見ていただければと思います。そちらにですね、結構詳しく、どういった流れで eBay 輸出、始めていくのか、最初の出品、の方法だったり、リミットアップの時期というものを記載しております。こちらの動画ですね、初心者の方が eBay 輸出を始める流れ、こちらの動画を見ていただければと思います。はい、では続いて、送料の設定、サルビン E パケット EMS から選択してもらって eBay では商品代金プラス送料は自動計算してくれますか、と、いうことなんですけども、これちょっとどういった意味なのか確実にわからないんですが、その商品の重量とかを入れて eBay で勝手にその自動計算するっていうものはないです。で、で商品を出品するときに送料の設定の部分で、スタンダードシッピング、スタンダードサービスとかエコノミーサービス、とかですね、あの設定できますよね。で、スタンダード、サービス、10ドルとか、エコノミーはフリーとか、に設定できますよね。なので、その部分で設定していただければ、あなたの商品を落札したその購入者の方が、商品を落札して支払いをするときに、スタンダードシッピングなのか、エコノミーシッピングなのか、例えば10ドルとかフリーシッピング、スタンダード10ドルとかエコノミーフリーシッピングとか、出るので、購入者の方がこうそれを選んで、支払いをするという流れになります。で、国別によってもですね、その送料の設定というのはできるので、アジア10ドル、北米15ドル、ヨーロッパ20ドル、南米25ドルとかね、設定できるので、そういった設定をすればですね、その国別の自動計算というものは行われます。自動計算というか、その購入者の方の国によって、送料が自動的に割り当てられるという感じになります。はい、その国別にその送料の設定をする動画も上げてますので、そちらを見ていただければと思います。はい、3つ目ですね、eBay 出品する場合、どのような商品が初心者向けでしょうか、その理由も、教えていただけますか、ということですね。これに関してもですね、その初心者の方が、最初にリサーチする方法というのを動画で上げているので、そちらを見ていただければと思うんですけども、基本的にそのリミットアップをすることが先決なので、確実に売れる商品、オークション形式で出して確実に売れる商品を最初は扱ってリミットアップをしていくのが、一番いいと思います。で、やっぱ新品か中古かっていうと、もちろん新品ですね。新品を扱った方がいいです。中古だとその状態の部分だったり、その動作の部分だったりで、もしかしたら返品の可能性が出てきてしまうので、最初はそういった可能性を、なくしてですね、返品の可能性が低い新品を扱うという感じがいいと思いますね。ジャンルとかは基本的にもう本当にいろんなものを扱っていいと思うんですけど、価格的にもその売れ行き的にも結構フィギュアとか、あとは消耗品、化粧品のようなものだったりとか、あとはその発売されたばかりの今その需要が高い商品ですよね。その売れ行きがいい商品とか、いう感じにはなりますね。では続いてのご質問で、eBay 出品をしようと思って出るんですが、最後の部分でエラーが出て出品できませんということで、このエラーの文章をですね、記載いただいてるんですけれども、これですね、ちょっと調べてみたところ、そのアカウントの、何かですね、その支払いの部分、多分ペーパルのアカウントとかの紐付けの部分になってくるかもしれないんですけど、とにかくその何かアカウント上でですね、問題があるという、いうエラーになります。
で、別途ですね、多分 eBay から、そのアカウントのどの部分がちょっと問題があるのかっていう詳細のメールがですね、多分届いていると思うので、そちらをちょっと確認いただいて、ちょっと翻訳していただいてですね、原因を確認していただければと思います。はい。だからその何か今出品しようとしている商品に問題があるとかではなくて、まあアカウントにちょっと問題があるという感じですね。はい。では続いて、出品価格、シングル CD を出品したところ、価格を間違えていたと。自分では設定価格を29.9ドルにしたつもりが、実際2.99ドルでした。出品を取り消しして価格の修正をしてから再度オークションサイトに再度出品することはできますか？もし価格修正が可能な場合、やり直ししたら eBay から何らかのペナルティがありますか？ということですね。で、これ多分その即決価格の商品っていうことですよね。おそらく29.9ドルで出そうとしていたということは。であればですね、その現在のそのアクティブリスティングス、出品中の商品のページで、この Send to Online の右の矢印をクリックしていただいて、このリバイズをしていただければ、これ編集ということになるので、これを押していただいてですね、編集画面から価格の変更をしていただければ、問題ありません。はい。でもしその即決ではなくてオークション形式の場合も、早期終了というものはできます。まあ、ペナルティに関してはその、まあ、1つ2つぐらいで、何か、極端にペナルティを受けるということはないです。まあ、あまりにですね、その早期オークション形式の商品を早期終了してしまうと、それはですね、ちょっとペナルティの可能性が出てきますね。結構その評価稼ぎとかで、そういったオークション形式で出品して、ほんと 0. 何ドルとかで早期終了して評価を稼いだりですね、するというも方法もあるんですけど、そういったのをすると、ペナルティの可能性が出てきます。はい。では続いて、リサーチ動画でたくさんのネットショップの価格が一瞬で表示されていましたが、 Google のどのアプリですか？ということですね。そちらはですね、拡張機能で、Google Chrome の拡張機能で、クローバーサーチという拡張機能になります。これをですね、インストールしていただければ、Amazon の商品を開いたときに、この説明画面に載っているように、Amazon 以外のネットショップの価格もこうやって出てきます。はい。なので、Amazon より安い、ネットショップがあれば、そちらからですね、仕入れをするという感じになります。これはですね、本当、eBay 輸出のそのリサーチをしている時でも本当にかなり便利ですし、実際に無在庫で商品を出品していて、実際に仕入れる時にもこれをインストールしとけばですね、ここに一覧がバッと出てくるので、これをインストールしておくとかなり、便利な、拡張機能になります。はい。クローバーサーチという拡張機能です。はい。続いて、出品するのにツールは使用していますか？ということで、僕は特にツールは使用していません。まあ、一つですね、その商品の、出品を行って、その出品の土台ができればですね、あとはその商品の、この出品中の商品とかからこのセールシミラー、っていうところを押せばですね、すでにその、送料の部分だったり、あとはその使ってるテンプレートだったり、それがそのまま、それをそのままですね、新しく出品する商品に使えるので、すでにそのテンプレートができた状態で、土台ができた状態で新しく商品を出品できるので、あとはそのタイトルとか変えたり、まあ、画像を変えたりするだけですので、もうこのセールシミラーでやっていただくのが一番わかりやすいかなと思いますね。まあ、その 送料の部分も、なので僕そのフリーシッピングにした方がわかりやすいっていうのは、このセールシミラーからやればですね、いちいちその送料の部分をまた商品によって、何ドルとか変える必要なく、基本的にはもうフリーシッピングで全部統一すれば、商品価格、出品価格だけ変えればいいので、その送料のところはいじらずにですね、なんですよね。なのでフリーシッピングで、出して、1つその出品ページの土台を作れば、あとはそのセールシミラーからですね、新しい商品をどんどん出していけば、かなり効率はいいので、はい。僕はそういった形でやっています。はい。続いて、転売で本業にしていきたく、 eBay ヤフオク、Amazon を活用していきたいのですが、値付けはどのように考えたらよろしいでしょうか？まあ、これに関しては基本的に、まあ、既製品ですね、そのライバルがいる商品に関してはやっぱり一番安く、そのライバルより安く出すか、ライバルと同じ値段で出すのが、一番、まあ、売れやすいですね。
まあ、ただその常に最安値で出しているともちろんやっぱちょっと利益はですね低くなってくるので、まあ消耗品とかですね、何かそのセット売りできそうな商品であればセット売りして利幅を増やしていったり、おまけをつけられそうな商品であればおまけをつけてライバルと差別化したり、うん、というところになってきますね。で、もちろんその eBay であればリミットがあるので、やっぱ高額商品になればなるほどですね、基本的にライバルは少なくなるので、まあ、高額商品扱えればですね結構、うん、あの利幅は大きく取れるようになるんですよね。あとはそういった、既製品ではなくて、まあ僕が前扱ってたような骨董品とか一点物の商品であれば、値付けに関しては本当自分で、決めることができますよね。まあ骨董品とかであればいかに魅力的にその商品の良さを伝えられるかっていうところになってくるので、本当まあたとえその1万円で仕入れたものであっても別に同じ商品が、もう世の中にない一点物の骨董品とかであれば別にそれを10万円で出してもいいですし、20万円で出してもそれはいいと思います。はい、実際そんな感じでやってる人います。本当に商品ページをですねかなり魅力的、出品ページをかなり魅力的にしてその商品の魅力を伝えるようにして、かなりその高額に設定してる人はいます。まあそういった骨董品とかですね一点物の商品であれば結構値段をですね高く、設定すると、逆にですねその購入者の方がこれはすごい商品だなと、こんなに高い、そしてまあその商品ページ見てこれはすごい良さそうだなと、うん、逆にその価格が高いというところにですね価値を感じる方も、まあそういった一点物の商品であれば、そういった価格が高いというところに価値を感じる方もいるかと思うので、うん、っていう感じですかね。なので、まあそういった一点物に関してはもう本当ご自身でですねあの価格は決めていただければと思うんですけど、基本的に eBay やフォーク、Amazon とかそういったプラットフォームを使って、商品を販売するときは、まあ基本的にはですね価格規制品に関しては価格競争になってきますね。あの独自のネットショップとかを持って、メルマガをやったり、ブログを書いたりしていけばですねそのネットショップ自体にこうファンを作っていくということ、そういった戦略を取れるので、だからそのもうこの人から買いたいと、このネットショップのファンになってしまったここでも絶対買いたいというファンを作ればですねそういったネットショップで、価格を高くしていっても売ることができるんですよね。うん、まあ、ですがその基本的にこういったプラットフォームの場合は既製品に関してはやっぱ最安値、ね、まあ一点物に関してはもう結構高く設定してもまあいいと思います。それはいろいろですね実験してみるのがいいかと思いますね。はい、では続いて価格差があっても売れるか売れないかは別なので売れる商品と売れない商品の違いや基準は何ですか。まあこれに関してはもう基準っていうものは特にないというか、いろんな基準があると思うんですけど、うん、まあさっき言ったようにその発売されたばかりの需要がある商品であればそれは売れていきバンバン売れていきますし、まあでも基本的にはその eBay 輸出であればそのソールドリスティングスで見ていった時に売れてる商品、結構頻繁に売れてる商品であればまあそれはもう売れるということになりますよね。まあさっき言ったその一点物とかの商品であれば本当にまあライバルがいないので、それはですねその落札履歴を見ても売れるか売れないかは分かりませんが、一回自分で出してみて、それが本当にハマればですね、僕が以前扱った骨董品の鉄瓶とかのようにハマれば一気にバンと売れますし、なのでまあ eBay 輸出に関しては本当に無在庫でやっていけるので、やっぱそのリミットをまず確保して、もう本当にその出品はリサーチみたいな感じで考えていくのが一番いいんですよね。うん、もうその一時基準とか考えずにもうリサーチをしていって、これ売れそうだと、まあ価格差取れてるものであればこう出していくと、うん、まあ、もちろんいろんなリサーチ方法はあるんですけれども、こう今旬な商品を見つける方法とかそれはあるんですけれども、うん、とりあえずもう出品していくのが、いいかと思いますね。うん、これに関してはもうそのやっぱ実際に行動していくうちにこう身についていくものにはなるんですよね。うん、
まあ、でもそういった、まあ、基本的には一点物とかではなく既製品の商品であれば落札履歴を見ていって、頻繁に売れてる商品であればそれは売れるし、まあ、1ヶ月に1回としか売れない商品であればもうそれは頻繁には売れないしっていう感じにはなってきますね、うん。まあ、それはやっぱその扱う、商品のジャンルとか新品なのか中古とかによって基準っていうのはいろいろあるので、うん、ちょっとなんともですね、そのもう基準はこれですと言えれば本当にそれはかあのすごい楽なんですけど、うん、全部ひっくるめて、基準をバッとこう出すことはちょっと難しいですね。はい、という感じです。では今回の動画は以上となります。